江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら台湾の大臣に韓流は衰退中と言われ韓国グギギという話題でございます。おお、はい、それではですね見ていきましょう。くーちゃんお願いします。台湾の文化部長大臣が渓流が衰退しているとし、次は台湾流の時代だと主張してと中国時報など台湾のメディアが25日に報じた。報道によれば、スモモトー文化部長は前日、就任1ヶ月を迎えていったメディアインタビューでこのように述べた。イ部長は、まず渓流が現在のように成長するのに台湾が大きく貢献してと語った。渓流を本当に多く助けたのは台湾だとし、2000年頃、台湾のテレビ業界は全て渓谷ドラマを購入し、午後8時にテレビをつけると渓谷ドラマで埋め尽くされていたと述べた。続けて、過去には台湾のドラマと映画が渓谷に比べて20年ほど遅れていたが、最近では台湾の雰囲気が変わってきているとした。そして渓流コリアンウェーブは衰退している、今こそ大流台湾ウェーブの時代だと主張した。いいことじゃん。イ部長は、台湾の中青年層の監督たちが続々と登場していることを実感している、今こそ韓国ドラマを買うという風潮を変える時だと述べた。また、台湾の監督を支援するための、上風やブナミ、風を乗せて、波を切り開くプロジェクトを計画しているとし、多くの台湾監督が制作した、様々なテーマの優れた作品が、今年登場する予定だと語った。イ部長は、2008年の義徳清監督の映画、海角7号の公開により、台湾映画が注目を集めたが、今や、台湾の映画とテレビが、再び全盛期を迎えると、強調した。これに対して、26日、精神女子大学のソキョンドク教授は、自身のインスタグラムで、台湾の文化部長官は、多くの渓谷ドラマを購入するなど、渓流が成長するのに、台湾が非常に大きく貢献してと主張している。もちろん、ある程度貢献した部分は、私も認めると述べた。このような現象について、助教授は、中華圏のリーダーたちの渓谷文化に対する劣等感だと断定し、今後もこのような行動が続くと予想していると警戒の声を上げた。また、助教授は、渓流が全世界に広がっているため、2021年に、上軍国連水国大使が突然、キムチをつける写真と文章を自身のツイッターアカウントに掲載し、大きな論争を巻き起こしたことがあると指摘し、渓コンテンツに対してあれこれ言うのではなく、他の国の文化に対する尊重をまず学んでほしい。それが、文化を扱う正しい姿勢だと付け加えた。はい、ということでね。いやー、この記事を見てね、いきなり今ギョンドク出てきましたけども、なんかギョンドク器が小さいなーって思いましたよ。うん、2000年頃あれだろ、渓谷テレドラマをいっぱい購入してくれたんだろ、まあありがとうだろまず、でこう台湾がね伸びてきてるとね、エールを送る、そのぐらいのねこう器の大きさやっぱりね見せてほしいなと思いましたけど、やっぱりこいつは小さいな。はい、じゃあですね、こちらに対して、渓谷の反応いってみましょう。あ、これだからね、相手にされなくなってくんだよ、やっぱり。常に喧嘩腰だろ。ああ、こういう人たちね、そういう風に言われたとしてもさ、温かく包み込むようなね、度量の大きさ、これが欲しかったな。はい、1人目。最近は無駄話が流行しているのか ?226-4 なんでそんな噛みつくの、他国の大臣の願望まで知る必要があるのか ?115-0 お互い頑張りましょうでいいんじゃねえの。例のあれが発生する数年前にも台湾で今や渓流は終わったと主張するのを報道で見たが、 C 国も台湾も嫉妬がすごいな、お腹が痛くて死にそうだ。もう一つ、台湾流、お前ら台湾の芸能人が C 国本土の人たちの顔色を伺っているのを世界中が知っている、ちょっと人気が出れば C 国は一つだと称賛しなければ生活できないくせに、何が渓流を代替するだって。91-0でも実際台湾ではそういうことが起きてるわけでしょ、事実として。これはまた何の無駄話だ、やはり台湾も C 国だ。54-1台湾の放送局はコンテンツを直接制作するのではなく外国から輸入して放送していたから、渓谷のものを買ってみていたじゃないか、それを台湾が渓流の成長に貢献したというのは無理がある、台湾市場がどれだけの金になるというんだ。90
台湾は K 国に対して本当に大きな劣等感を持っているようだ。国をしっかり守れ、わらわらどこかに侵略される寸前の国が80。香港映画は聞いたことがあるが、台湾映画は初めて聞いた。渓流立ちに落ちても台湾は渓流の足元にも及ばない。わらわら61。台湾流？無駄話をしているな。台湾にどんな文化があるって言うんだ。ただの C 国文化の真似じゃないか。我々は5000年の歴史文化だぞ。0。半導体を焼いているうちに洗剤でも飲んだか。とんでもない無駄話だな。第2勝ってから言えよ。40。OTT を見ると、外国コンテンツを除けば、中華圏は恋愛物、日本はアニメしか見えない。制作費も不足していて、おそらくまともなコンテンツ制作能力も不足しているようだ。アニメは子供たちでも見るが、中華圏の恋愛物には全く興味がない。シナリオもシナリオだが、中国人特有のオーバーアクションと重い成長の抑揚は、真剣で微妙な恋愛感情を表現するには向いていない。おそらく、外見や言語で、外国が有利なのだろう。40。C 国の人々は自分たちが世界の中心だと言いながら、なぜこれほど K 国に劣等感を持っているのか、わらわら錯覚も過ぎれば笑われるぞ。41。渓流が衰退するのを願うのではなく、自分たちがうまくやればいい。順番を待つ必要もない。希望は誰でも言える。渓流はまだ始まったばかりだ。30。台湾はもともと日本と非常に親しい仲間だ。こんなことを言う事態が渓流が流行していることの証拠だ。20。台湾は日本オタクか？夢から覚めろ。わらわら、もう台湾を見捨てよう。20。渓国の人々は台湾でコンサートもして、ファンミーティングもたくさんするが、台湾の人々は我が国で公演をそんなにたくさんするか？わらわら、10。言語自体がうるさくて愛されない。そんなことは絶対にない。10。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきましょう。はい、それではね、上の方からいきますかね。5000年。5000年か。真実を言われてやんの、わらわら。まだ渓国が衰退中と言われないだけマシじゃね。衰退中というかもう終わってます。真実を告げられてしまったか、わら。いつになったら渓国嫌われてることに気づくのかね、わら。日本のテレビ局も未だに渓谷のドラマを流してるけどな。だからただ安いね、安いドラマを買ってくる安易な方向に流れずにね、自分たちで制作しようっていう流れになってきてるって話でしょ。いいことじゃん。8時の帯で見るもの他にないんか、しょぼん。作らなかったんじゃないの昔は。渓流が衰退はわかるが大流は知らないな。やっぱ渓と違って金ばらまいてないからか、わら。どう考えてもデッドコピーよりもオリジナルの方がいいよな。で、孫新女子大はどのようにしてクビになったのですか。あ、これね、ごめんなさい、私の翻訳ミスだった。劣等感、今渓谷が抱いてるのがそれですよ。当時 K ドラマは話数が多いのにライセンスが安いというメリットで放送局や VOD は調達しやすかったんだよね。うん、安さと同じ顔と同じストーリーだけが取り柄だったからね、わら。お前の口から尊重だなんてワードが出るとは。他国の文化を尊重しない奴が言うか、わらわら。他国の文化を尊重してほしいものですな。他国の文化を全く尊重しない渓谷に他国文化を尊重してほしいと要求できる権利がない。お前ら自体が他国をリスペクトしてねえのに渓谷をリスペクトできるわけねえだろが。昔バンク言われてたものが今はギョンドクって呼ばれてるんだなと思った、わら。いや、まあそれだと台湾があんなこと言うわけない。一階の園芸教授が台湾の文化大臣に物申すのか、偉くなったもんだな、ギョンドクさんよ、わらわら。台湾は真似じゃなくて本家なんですけど、中華文化の。どこかに侵略されそうになってる国って、どこかに北と南に分かれて争ってる国があるらしいですね、わら。よその国のことは言えないんじゃないかい。お前らの激しい妄想もかなり恥ずかしいぞ、と、わらわら。属国5000年の歴史はさぞ誇りやろうな、わら。5000年前は誰も半島にいなかったのですが、負けるはずもない相手には生きる気も起きないもんだけど、 K さんがちぎれして負けていようがいまいが、リアクションが負け犬になってる、わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと。そう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 、なんだよ。もうなんかこの時点で負けてるよね。負けてる、まあなんかさ、ガチギレする必要ねえじゃんって思うわね。なんかこいつ小さいやつだなって思ったよ。
はい、じゃあこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。